ダッジ。ダッジ。ダッジとは、アメリカの自動車ブランドである。1914年に設立された、ダッジブラザーズ、ダッジブラザーズ自動車が前身で、1928年に、買収され、クライスラーの一部門となった。1998年からは、ダイムラークライスラーの一部門であったが、現在は再びクライスラーの一部門である。十字のフロントグリルが特徴。 クライスラー社の一ブランドである。同部門には他に、クライスラーとジープというブランドがあり、それぞれ乗用車、SUV を中心とした車種を展開している。かつては販売の78%を、ダッジラムなどのトラックが占めていたが、トラック部門は2009年にラムトラックスとして分離され、ダッジは乗用車専門のブランドとなった。現在、ブランド展開は、 南北アメリカに限定されている。ダイムラー・クライスラー時代にはグローバルブランド化を目指して2006年には欧州及び豪州での販売をそれぞれ約30年ぶりに再開し2007年には日本と中華人民共和国でも販売を開始したがフィアット参加に入ると再び撤退した。なお、メキシコではダイムラー・クライスラー時代にクライスラーでメヒコが 提携関係にあった現代自動車、ヒュンダイと販売契約を結んでおり、ヒュンダイから、アイジューやアティテュードといった乗用車の OEM 供給を受けて、ダッチブランドで販売している。商用車は2009年から2013年まで、ラムブランドで販売されていた。また、ベネズエラでは、三菱車の製造、販売を手掛ける MMC、オートモトリス、によって、 ヒュンダイ社ベースのブリザが2002年から2009年にかけて販売されていた。2013年からはフィアットシエナのバッジエンジニアリング社であるが販売されている。ダッジの起源は1901年、ジョン・フランシス・ダッジとホラキウス・エルジン・ダッジのダッジ兄弟がカナダ・オンタリオ州に創設した自動車製品会社、ダッジ・ブラザース・バイシクルオターファクトリーに始まる。創設期は オールズモビル製品のエンジン設計、部品生産に携わっていた。翌1902年、自動車産業で企業を図っていたヘンリー・フォードが同社に接触指導者は融資を行い、彼の会社、フォードモーター設立の手助けを行った。ダッチブラザース社はフォードモーターと業務提携し、同社において採用部品で多くのシェアを獲得する。 やがて車体の製造も同社によって行われることとなり、初期のフォード社普及の一端を担っていた。1914年、それまでフォード社と協業して自動車生産を行っていた同社は積み重ねたノウハウを手にフォード系ディーラー50店舗を取り込んでフォードと他元を分かち、自動車生産会社ダッジブラザーズバイシクル社を設立する。1917年に ダッチはフォードに対して、フォードの初期の成功へ大きく貢献したことを認めさせ、対価を得るため訴訟を起こしている。また同年、アメリカの自動車産業で初めて、アメリカ陸軍へ輸送用トラックを供給、第一次世界大戦で、その評価を上げる。そして戦後にはそのノウハウを活かして、商業者の生産にも着手するようにいる。企業経営は順調であったが、1925年に、 ダッチは投資会社のディロン・リードカンパニー、ディロン・リード &CEO に、それまでの自動車産業では過去最高額となる148億ドルで買収される。そして1928年にダッチはクライスラーへ売却されそれ以降同社はクライスラーの一部門となり、ミドルエンドからローエンドの自動車の生産を行うこととなった。2009年、 主力車種であったラムが単独のラムブランドとして独立した。羊のマークも同ブランドに移行されることになったため、これに合わせてダッチのロゴマークも一新された。1997年にダッチバイパー、1996年にはダッチネオン、2006年にはダッチマグナムがそれぞれクライスラーバイパー、クライスラーネオン、クライスラー 300C ツーリングという名称で、 発売された。2007年6月30日より、日本では、ダッジブランドにて、下記の古車種が正規販売されている。なお、テレビ CM には、ブームブームサタライツの曲が採用された。初年度の輸入台数が少なかったせいか、ナイトロとチャージャーが早期完売となり、市場の要望により11月30日に、ナイトロ、 SXT のみと12月26日に、チャージャーの2008年モデルが発売となった。チャージャーについては、これまでの SRT8 に加えて新たに、RT が加わった。しかし、その後2009年に、クライスラーが連邦倒産法第11章を申請したことにより、キャリバーアベンジャーチャージャー,ジャーの2010年モデルの導入、そのものが凍結されてしまった。 また JC も導入されたが、わずか1年で打ち切りになってしまい、最終的にはナイトロのみとなってしまった。そのナイトロもアメリカ国内での販売不振に伴って2011年をもって打ち切りとなり、わずか6年で日本市場から撤退する形となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。